はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、まあ、5月もね、半ばになってきてるんですけども、まあ、この時期っていうのは、まあ、新人さんが研修を終えましてですね、まあ、それぞれの配属先で働き出す時期でございます。先日通院の日やったんですけどね、歯科口腔外科と、まあ、採血と、内科、血液内科に受診したんですけどもね、その科に行くと新人さんが、看護師さんがね、新人看護師さん、まあ、研修医の人も立ってはって、一緒に言いはってね、で、あー、なんか懐かしいなーって感じをね、思ってたんですけども、まあ、そんなね、新人さんたちを見てたらね、ちょっと思い出すことがあってね、まあ、1年前ぐらいの入院中の話なんですけどもね、まあ、研修を経て働き出した看護師さんの一人の女の子がですね、めちゃくちゃこの印象深くて、すごいもうほんまに忘れへんわっていうぐらいのね、こうやったんですけどね、最初っていうのは先輩看護師さんと一緒に部屋に回ってくるんですけども、その時もこうピシッとね、汚れ立って、その先輩看護師さんの仕事ぶりを見学してるわけです。メモ取ったりとかね、しててね、しっかりボールペンカチャッと出したり、赤のボールペン向こうカチャッと出したりしてね、ああ、もう可愛いな、新人さんやなね、頑張れとか思いながら、もうなんかもうおっちゃんなんでね、そんな感じで見てたんですよ。でもそういう風な、一緒に回ってくる時を経て、いつしかやっぱりね、一人で回ってくる日が来たわけですよ。ほんでそのある日ですよ、トントントンってこうノックが3回になって、お、今日は3回になった、誰やろう、新しい行こうかなと思ったら、ガラ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 って、失礼いたします、今日担当の誰々です、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。とうとう来たんですよ、その新人さんがね、一人で来る日がね。で、そのまあ、他のね、もう、ね、慣れてきてる、まあ、若い看護師さんとかでも、トントン、失礼します、ガラガラって、もう失礼しますの C ぐらいで開ける人もいてるんですけども、トントンって2回ノックをするときにね、僕は必ずね、2回はトイレや言うてね、突っ込んであるんですけどもね、で、それで、はははは、ごめんごめん、言いながら入ってくる看護師さんもね、いてるんですけどもね、まあ、その新人さんはそんなこともなく、ちゃんと3回ノックして、失礼します、ガラガラガラって開けて入ってきました。もう緊張感 100% やなって思いながら、あ、かわいい、かわいいな、頑張れ頑張れ、そうやそうやってね、ずっと思ってたんですよ。ほんで、まあ、その、ね、看護師さんもこう、ね、ただ来ただけじゃなくてね、仕事しに来たんでね、体温と血圧を測りに来たんですね、その時ね。で、今から、体温と血圧を測ります、よろしくお願いします、あ、よろしくお願いしますってずっと待ってたんですよ。だから、あ、そうか、体温計、あ、そこにあるで、あ、血圧計も、あ、そこにあるで、あ、ありがとうございます。で、体温計もらって挟んで、で、こっちの手で血圧計を巻いてもらって、もう緊張しながらプシュ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 ってこう空気をね、圧をかけるわけですよ。で、僕じーっと待ってて、わ、緊張してやるな、必死やな、ずっと血圧計の画面見てやるわって思いながらね。で、体温計が終わりました、終わりましたって渡してあげて、あ、ありがとうございますって受け取ってもらって、で、あ、じゃあ次に酸素を測りますって言って、酸素ね、指にこう挟むやつを、血管の中の酸素かな、体の中の酸素の濃度を測るやつがあるんですけども、それもこうやってもらって、挟んでもらってね、で、それも、あ、なんかピーってなったよって言ったら、あ、ありがとうございます、酸素は、97OK ですって言って、それもね、受け取ってもらって、で、そうこうしてるうちに血圧計もピーって音が、終わりの音が鳴ってね、ビリビリビリって剥がしてもらって、まあ、その一連の流れあるじゃないですか。
で血圧計の数字を見て128-90ですで正常ですって言って、あ丁寧やね、かわいいな、いち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 がかわいいな、かわいいなっていうね、思いがねすごい出てきてね、あこの子もなすごいこのまま頑張れよ、そのまま丁寧に仕事するんやでってね、こうずっと思ったんです。ほんならね、緊張しすぎてたんでしょうね、この血圧計の数字とか体温とか酸素の濃度とかも、で後で電子カルテに打たなあかんっていうのがあるみたいですね。メモ帳を出すんかなと思ったら、なんかこの手に、その手の甲にね書くシステムがあるんですかね、看護師さんってね。で、あボールペンボールペンって言って、ここをこうし、この手をこうしながらボールペンをこう探してるんですよ。胸ポケットにあるんじゃないでずっと思ったんですけども、でどこへどこへ、あっってパッて重めに取って書こうとしたのが体温計だったんですよね。かわいいなこの子、ボールペンと体温計間違えてやるわ、そんな子いてる、おれへんおれへんって思いながらずっともう笑いながらね、微笑ましかったです。それが、あ間違えたって言うんですよまたね。でボールペンでしっかり書いて、36.7度、128-90、酸素97、正常ですって言って、もう一言一言こう全部言いながら書くんですよね。あーかわいいなって思いながら、今ボールペンと体温計間違えたやろ、大丈夫黙っといたるからなってちゃんとね言ったんですけどね、今喋っちゃいました。もうね新人さんほんまにね、もうそんだけ一生懸命やってるってことですよね、素晴らしかったです。でまあそのね新人さんの看護師さんとか研修医の人とか見てたら、そういうことをちょっと思い出す時期でございました。まあちょっと長くなってしまったんですけど、ちょっと思い出話でした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ、僕は元気です。